気をつけ。7月17日から天理教災害救援ひのき神隊が令和2年7月豪雨の被災地熊本県人吉市と球磨村に出動しました。7月3日から降り続けた大雨の影響で球磨川をはじめ河川が次々に氾濫、広範囲にわたり甚大な被害に見舞われました。次、コロナ禍での作業のため毎日の検温や施設の消毒、マスクの着用などを徹底し万全の対策で活動した隊員たち。堆積した泥の運搬や流木撤去などを行い、一日も早い町の復旧に向け尽力しました。なお、災救隊は引き続き被害状況の把握に努めるとともに作業に当たる予定です。